今ジムトレも終わって、これから着替えてプールに行ってきます。はぁ、2時間ぐらいで筋トレしたと思う。プールに会いたかったからそんな長くやるつもりなかったけど、やっぱりジムトレやってしまう。 OK、 タイムするぞ。 Have so fun!How do you feel? Finally, we came back here. I know time heals our wounds, 'cause the scars are what prove that it's true. And the ones that bleed remind me of the war that we went through. ではこれから行くところが、このマリナベイサンズのプールの中でも一番謎に見えて不思議な部分。はい、こんな感じで結構ちゃんと安全面考えられてて余裕っす。ただもう一回ちょっと戻すと、から見えるこの光景はやっぱやばい。これからマリナベイサンズも一番支えのない一番端っこの方。あ、いいね。Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. 今俺たちがいてるこの場所がマリナベイサンズを建設する上で一番難しいとされた場所です。一番端は、それを支えるものがなくて、何メートルか突き出てんねん。だから、建設する上で、要は支えがないのに何百メートルか、マリナベイサンズの横に伸ばすっていう技術はすごい大変やったみたい。それを、今回、ものにしたっていうところで、このマリナベイサンズの穴場にもなってる場所です。ここにいてる人を見る限り俺らだけこの格好。どうしよう。ああ、ね、完璧に俺らだけやな。一っ子一人おれへんの。やっぱチャイニーズどこでも多いな。チャイニーズ、ここは白人も多いけど、まあ、さっき言ってたやつは、そう、あのディスカバリーチャンネルで、マリナベイサンズが建設されてる時の特集みたいなのが組まれてて、まあそれをドバイに住んでる時に見たんです。そう、それでまあどういう風にして作られたかっていうことがまあかなり詳しく紹介されてるんだけど、もう見るだけでも感動する。こんだけの思いがあって、こんだけの努力がないとこの建物作られへんねんなって思った。だからあれ見てからここを訪れるとまたちょっとありがたみも感動も変わると思う。ここに宿泊してる人はみんなカードを持っていて、そのカードをかざすと中に入れて、展望台に行けるので、
マリナベイサンズに来ることがあれば展望台へぜひ行ってください。これから、ご飯を食べに行きます。まあ、せっかくマリーナベイサンズ来てるから何かね、節約はあまり気にせずに、まあちょっとおしゃれなとこ行って、おしゃれな格好をしてご飯を食べに行こうかなと思ってます。マリーナベイサンズでの最後の夜を楽しみます。ちなみにアンブッシュ、こういう感じで自分でこうやってセットすると肉を届けに来てくれます。はい、でお腹がいっぱいになったらこれを回してもういいですみたいな、ちょっと今休憩と、まあ、とりあえず肉肉しいの食べたいということで、はい、今日まだ2食目のご飯やから結構ここでしっかり食っていい感じでお腹いっぱいになりたいと思います。また来た、ペース早いな。これ焦げすぎちゃう？違うか、こういうやつか。 House Burn Pineapple。 おいしい。